ニコラス・ウィリアム・マーケー・キスは、アメリカ合衆国ニューヨーク州ナッソー軍、グレンコーブ出身の元プロ野球選手。左投げ左だ。メディアによっては、マーカー・キスと表記されることもある。1983年に、ニューヨーク州グレンコーブで、ギリシャ系とドイツ系の両親の間に誕生。子供の頃は、本人曰く、本当に野球一筋で、大好きだったから、他のスポーツは、 一切しなかったと言い,い、また、ニューヨーク州出身でありながら好きなチームは、ニューヨークヤンキースではなく、そのライバルのボストンレッドソックスであった。後に、ジョージア州ウッドストックに移住する。2001年、ウッドストック高等学校で野球をしていたマーケーキスは、MLB ドラフトで、シンシナティレッツから35巡目指名を受けたが、 プロに入る前にもう少し自分自身が成熟する必要があると感じたし経験も必要だと思ったと入団の誘いを断ってヤングハリスカレッジへ進学したカレッジの舞台でマーケーキスは投手と外野手の二刀流として活躍しベースボールアメリカ史選出の短期大学最優秀選手に2002年2003年の2年連続で選出された特に2年目には 投手として12勝0敗、160奪三振、打者として打率、439、21本塁が、92、打点という成績を残している。多数のメジャー球団が、左投手としてのマーケーキスに注目していたが、その中でオリオールズは、打者としてのマーケーキスの才能を評価していた。ボルチモアオリオールズ時代2003年の MLB ドラフトで、 ボルチモアオリオールズから一巡目で外野手として指名されプロ入りする。同年にはマイナーリーグの A-9 アバディーンアイアンバーズで59試合に出場。地元を離れたことによるホームシックや投手への未練、さらには金属バットから木製バットへの対応など様々な要因に苦しむが打率283を記録した。2004年には ギリシャ系とドイツ系のハーフであることから8月のアテネオリンピックのギリシャ代表に選出された。同大会ではギリシャが大会唯一の勝利を挙げた21日のイタリア戦では3打数に安打4打点と活躍した。22日の日本戦では5番、指名打者として先発出場した後に9回表には投手としても登板。高橋吉信に死球を与えたが、 続く、城島健治を一座比に、中村のりひろを内野ゴロ併殺打に打ち取った。本人は、あの大会に出場したので一皮向けたと、振り返っている。2005年は、A 級フレデリック・キーズ、AA 級ボーイベーソックスの2球団合計で打率。311.15本塁打を記録。2006年は、トリプル A 級オタワリンクスでプレーする予定だったが、スプリングトレーニングで、 首脳陣から高い評価を受け、開幕メジャー入りを果たした。4月3日の開幕戦で、メジャーデビュー後、他選手との兼ね合いもあり序盤は、外野3ポジションを点々としていたが、その後右翼のレギュラーに定着して147試合に出場。前半戦こそ打率、268、日本塁打、21打点と定調だったものの、後半戦は、打率、311、 14本類四打41打点と、好成績を記録。8月の月間最優秀新人に選出され、シーズン終了後には、新人王投票で6位に入った。2007年は開幕戦から3番打者として出場し、打率323本類打112打点の成績で、チーム三冠を達成。2008年は、打率、本類打数を維持し、 出塁率を自身唯一の4割台を記録。守備では、外野手として、両リーグサイトの補殺数17を記録。2009年1月には6年6610万ドルという大型契約を締結し、球団社長、アンディ・マクフェイルから、ニックはまだ25歳だというのにすでにメジャー最高の外野手の一人になっている。しかも彼の全盛期は、まだこれからじゃないかと高い期待をかけられた。 その2009年は、いずれも2年連続で記録し続けていた、打率3割と20本塁打のどちらにも到達しなかったが、打点は2年ぶりに100の大台を突破した。2010年は、自己最低の12本塁打、60打点に終わるなど、打撃面で精裁を変えたが、打率は、メジャーデビュー以来5年連続で2割9分以上の数字を残した。また、死球の数が、 2008年に記録した自己最多の99支給に次ぐ数字をマークしたため、出塁率も自身で2番目に高い数字となった。2011年は自身初となるゴールドグラブ賞を受賞した。2012年5月29日のトロントブルージェイズ戦の後に右手首の痛みで離脱し、オールスター後に復帰した。9月8日のヤンキース戦で CC サバシアから支給を受けて、 左手親指を骨折してシーズン終了となった。チームは15年ぶりにポストシーズン進出を果たしたが登録メンバーから外れた。2014年は3年ぶりとなるゴールドグラブ賞を受賞した。オフに契約の球団オプションが行使されず FA となった。2014年12月3日にアトランタブレーブスと4年4400万ドルの契約を結んだ。2015年は 生右翼手として起用された。二塁打こそ38本放ったものの、本塁打は3本のみだったが、4年ぶりの180本以上となる181安打を放ち、打率296をマークした。6月18日のボストンレトソックス戦で連続、無失策の試合数が393となり、ダレン・ルイスの外野手としての歴代記録を更新し、 その1週間後の6月25日のワシントンナショナルズ戦で約3年ぶりの失策を記録したことにより連続試合記録は398で途切れた。2016年は158試合で38にルイ打13本ルイ打を放って89打点を記録した。2017年8月3日のロサンゼルスドジャース戦でアレックスウッドから通算2000本安打を達成した。 2018年はオールスターに初選出された。ドジャースとのプレーオフではオプス350と完全に沈黙し、チームも敗退した。オフに FA となったが2019年1月22日に1年600万ドルで再契約した。2019年7月26日のフィラデルフィアフィリーズ戦でコール・アービンから支給を受けて左手首を骨折し、 自身7年ぶりに故障者リストに登録された。8週間欠場した後、9月13日に復帰した。カージナルスとのプレイオフでは、前年に引き続きオプス372と沈黙し、チームも敗退した。2020年オフの10月28日に FA となった。2021年3月11日に現役引退を発表した。ありがとうございます。